こんにちは。今日はゴルゴンゾーラのニョッキ作ります。ニョッキね、ちょっと珍しいけど、じゃあどうこちらです。ドン。これがニョッキですね。いわゆるお芋と小麦粉を混ぜた、まあスイトンみたいなお団子ですな。で、あとこちらは青カビのブルーチーズゴルゴンゾーラです。それから生クリームと、これはアンチョビのペースト、おなじみです。あとニンニクですね、叩き潰しました。ではいきたいと思います。ニンニクは取っちゃってもいいです。香りが出れば終わりなので。ここにゴルゴンゾーラチーズを、まあ、入れていくわけですよ。今日使う量は 100g です。これ2人前、からちょっと3人前でもいけるかな。でここに白ワインを入れます。さらにアンチョビのペーストを入れる。これでコクとね、塩味につけますね。ニョッキもパスタと一緒でお塩を入れるんですよ。まあ塩分濃度 1.5% ぐらいですね。でここにさっきのこれニョッキ、これで 250g ですね。結構多めですけど、まあ一応いいや。でこれで2分で、2分です。すぐ上がります。ここに生クリームを入れるわけですよ。まあこれ塩味の加減と思ったらいいですね。あとは黒胡椒をかける。これで少し煮詰めたら完成です。はい、ではね、一気に煮上がったようですね。これをさっきのソースに移す。でしばらくこれでソースを吸わせますね。はい、出来上がったので盛り付けます。飾りでチーズ少しかけます。好みだけどパセリとかかけても美味しいね、きっとね。完成。はい、では今作ったニョッキね、ゴルゴンゾーラ味立ていってみます。どうかな。いただきます。まああんまりね、白ワインにねよく合う、まあ赤でもこれよく合いますよ。このニョッキはね、本当は手作りで作るやつなんですけど、何度か作ったことはありますけど、ゴッドファーザーの映画に出てくるあのシーン知ってます？こうフォークでね、筋をつけるんだよね。あのシーンちょっとこういやらしくてかっこいいんだけど、まあでもこれもよくできてますね。あらかじめもう出来合いのもんだけど、すごくこう柔らかくて、お芋と小麦粉のよく混ざり合った感じで、こういうゴルゴンゾーラソースで食べる時もあるし、まあトマトソースで食べる時もあるわけですよ。どっちもいけますね。実に美味しい。はい、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ここで一つ残念なお知らせがあります。ちょっとしょっぱかった。反省点は
チーズは多分 100g じゃなくて半分 50g でいいと思いますね。結構ブルーチーズは塩分が強いし、さらにアンチョビペーストも入れたので、ちょっと塩多かったかなっていうんで、今食べた時はちょっと牛乳足しましたってことで、まあそういう失敗もあるってことで皆さんもやってみてください。次のニョッキはトマトソースでいただきたいと思います。では今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオチャオ、おやすみ。